くなったこんばんは珍しい時間そしてメイクばっちりの <laughs> カイココアですほら昨日は本当にねあの後すぐ寝たんですじゃけ昨日と同じ服じゃろもうこれで寝たけ、はい、雰囲気違うこのメイクしとったらね こんばんは。何が違う。こんばんは。しっかりバッチリメイクですよ。もう。これポキポキだもんここまで。愛川ありがとう。みんなありがとう。でも、もうすぐ。落とすよ。メイク落とすよ。 落としちゃいますこんにちはこんにちはこんにちは笑顔ですよー今日貸してもらったリップだったからすごい赤いんだけどメイクさんに貸してもらったリップなんですけどあのメイクさんが使ってたのサッシーあのサッシーなんだっけリノんサッシーのリップの。 も可愛いですありがとうございます。<laughs> いつもある。<laughs> すっぴんだし。こんばんは、皆さん。こんばんはっていう時間でもないのか、こんにちはくま。熊野 <laughs> え、この時計正しかったら、四時五十六分。ですか。 こんにちはおおじゃあ正確なんだこの時ホテルの時計ってさ時々めっちゃずれてる時あるよいやいいんじゃけどいやあのわざとさ時計早めてる人とかおるよねわちの家勝手にそうなる時計でしたはいこんにちは 私の家はなんか別に意図的にそうしてるわけじゃないけどホテルの時ほぼ見んあっそれなただわ、まあ、かるわかるわかるその気持ちはわかる見とる余裕ないしこのここにあるアラームを使ったことがない <laughs> バッチリメイクしですよ <laughs> こんにちはアラームかける ホテルのラームめっちゃ音きつそうじゃないそんなことない車の時早めてる時間はスマホでしか確認せん分かる私家でもそうかもなかなか家の時も見えんうちの弟は時計をわざとずらしてますあわざとずらしてる人もやっぱりおるよね うちの時は勝手になんかね父さんがこう身長たうけその背高いけあの手でこう直すんだけどやっぱ速くなるってたんですよねなぜなんだろう意味が分からん遅くなるならまだしよういほうんおなか こんにちはお父さんの足の大きさは31センチくらい。え何センチなんじゃろ普通の男性って何センチなんですかお父さん何センチえ ?180 ぐらいじゃない分からん。170ぐらいじゃない ?180 ぐらいじゃない ?170 ぐらいから。わからん知らん。わからん。どうじゃろ 靴の大きさってどれぐらいなんじゃろ普通の人の。170ぐらい。170センチの足じゃない。<laughs> 確かに。いや、なんで足の大きさ聞いたすご身慎の大きさでしょえ、高いユミリより10センチ。 二十七センチ足、足三十センチ。えっ。背高い人なしって、それぐらい、私、私な、二十三センチなんですよ。そうあ、二十三点五センチなんですよ。二十三センチがね、きつくなった。け、二十三点五だなーって。だーなーって。<laughs> なーってね。百七十センチなしって、進撃の父さん。 違うん違う 25.5? 私ちちっちゃい頃背高ちっちゃい頃から足を大きくて身長の終わりにもう古川はもう絶対身長高くなるからって言われて小学生時代小学校1年生バスケしとった時でさ いや、これは絶対大きくなるねバスケしとるしジャンプするしみたいな感じ言われとったけどだけど一向に一番前でなんかこうこれじゃなくてこう腰に手当てる <laughs> 担当でした、はい、ドラえもんが始まるええー、久しぶりに見てみようかなドラえもんってどんな感じなんだろう最近のドラえもん。別に変わらん たりそっか今日土曜日かサタデーか始まった「ドラえもん」「ドド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 さドド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  今のタコで思い出したんだけど押しててみーちゃんとかひなちゃんとで一番最初のロケとか私はみかん狩りだったんだけど逆に本当に STU 史上一番最初のロケで私何だったかなと思って思い出せないんですよ何だったかな マジで思い出せん思い出したいや滝行私行ってないよねこんばんはみんなはほんとに一番最初とか覚えてるほんとに一番最初のロケとか覚えてる滝行来いほ起きるですか配信終わったらすぐ落とすよ 3期応募してる6番さんはコカアちゃんと野球見に行くのが夢だってえかわいいかわいい私アンナと初めてカープ見に行った時とかなんかまあこれ前にも言われたことあるしなんかオキちゃんとかそのまあモモとかにも言われるあのカープ見に行き初めてカープ見に行く時はコカアさんと 行きたいですみたいな感じで言われてなんか私がカープ観戦の基準だと思われてるからちゃんとしなきゃって思ってちゃんとカープもうカープはめっちゃ好きだしでもそんなカープ大騒ぎするね感じじゃないですよもじーってしかも一人で見に行ったりする時ももうじーって見るからさ。 野球観戦アンバサダー。いでも楽しみ方はもう、ちょっと、今武蔵の気分ですかって聞いて別に武蔵の気分じゃなかった中にもコンコースいっぱい、なんかたこ焼きもあるし、選手プロデュースのご飯もあるし、っていうね。いろいろあるけ。カープ観戦、楽しみ方なんかとりあえず楽しかったって思ってるの得意かもしれん。松田さんにも楽しかった。 スクショタイム欲しいい今ですかはいスクショなんか最近ウインクが上手くなったんですよ今日のお仕事の裏話もちょっとウインクのまあ、裏話がちょっとあるんですけど <laughs> また今度話しますね相手チームにやじ飛ばせないの倒産よむしろ三塁側に座ること多くて私三塁側の方が空いてるし近いしまあ選手まああのアウェイのなんかそこなんだけどさそっちの方が近くて近く見れるから好きなんですよ コーチが一番最近近かったですもんずっとリアルお話し会でウインクバンバンしてもらおういや任してウインクしちゃうんですよ、ね、マジでこれまだ言えないんですよ 最初みかんをかけるやついや追っかけたかなあみかんあみかん追っかけたねえ確かに私みかん狩りみかん狩りって言ってたけどみかん追っかけてたわだからみかん採取するところからみかんを取るところからみかんを出荷するところまで全部追っかけたんだわそういえば競セリ行ったもん初めてそのセリの現場に行ってセリめっちゃすごいんですよ なんかテレビとかでみんなが見るのはなんか魚の競りとかじゃないですかみかんをかけるいやもうみかんがこう栽培されているところからみかんが出荷されるところとかとかみかんが選別されるところまでもうみかんの密着みかんを追いかけてたんですよで競りですよこのみかん何円で売るかみたいな。 カン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 みたいな感じでね、いや暑かったよもう声通るからセリ的にあなるほどね声通らんといけんのか五百円,みたい1000円みたい、1500! って千円って千五百って どんどんどどっから刻み始めるんかねなんかこうパンポンこうちょっとどんどんこうどんどん言ってて一気にポンって相手の心折らんなきゃいけないから知らんけど知り出たことないし得意そうね得意そうってやめて <laughs> ねほんまにどういうこと得意そうってねえこんにちはあ声でかい声通るのはね 声通るんよ。競りで心を折る相手の知らんけど出てないし見ただけだし早朝すぎて覚えてないけど四時どこでしたよスタートがね、うん、こんにちは競り棒似合いそう何競り棒って競りするための帽子があるの えっ置いてる心折るんじゃないのああもうここまでいったらもう出せないやって値段で心折るのかなんかさその駆け引きなんですかね かちゃんド S えっ私 S なんじゃないですよ S なんですかねド M ですよド S ですよねねえおななんてお腹すいたんですよマジで聞こえる <laughs> お腹鳴ならないでって思ったらさお腹鳴なるよね かド S だった <laughs> ドだ、ね、実はそういう部分があるかもしれない。なんつってあ百、うん、101日目だ。 最高すぎました。ウレピーア社新しいア社が出ました。言ってることいつもエスな気する。んま、意地悪いじわじゃないじん。あのずるが執行期日が。てか私よくさなんか何々にどうこういうこと これコカっぽいいよねみたいな、ま、ホームアローンのなんか家で待つ男の子なんかあれコカっぽいよねとかちびまる子ちゃんもコカっぽいよねみたいに言われるんですけどとかねなんかちっちゃい子供のなんかこうあれなんかないたずらする系の 子たち、とりあえず全部なんかケビンケビンほんまにしんちゃんいやしんちゃんは声だよちょっと S っぽい言葉って何なんだろうね分かんない何なんだろうね分かる人はパッて言えるんからそれ S を自覚してもう S やっとるやんって言った元気な子供 なんかなようやくここからバター出たあ名前のねナイスお母さん孫力高いえいたずら,おらいたずらねもう昔昔ですけど とろぶがめっちゃ喉乾いたって言ってで STM に掛けやってポンジュースが絶対ねこう置いてあるんよでポンジュース飲みたいみたいな感じ言っとったっけ喉乾きすぎて「とろぶ用意してあげたよ」って言ってその中に炭酸水混ぜて <laughs> どうしても蒸視させたくて <laughs> 喉の渇きに。 不意の炭酸をあげましたいやーそういうことをしてたなー今日はあのまあみーちゃんがみーちゃんがねこう、衣装を着替えるときに私の服私の横に私の服をあ、私の服の横にみーちゃん 私の服置いてたんですよだからこう置いてた場所でみんな記憶するんよ。あここら辺に服置いたなみたいな。ねとりあえずで、みーちゃんここに置いたなって記憶してみーちゃんが部屋出てた後と私とみーちゃんの服の場所を変えた取り替えた置き換えたんですよ。でみーちゃんが服探すかなと思ったら。 なんかか隣の部屋で着替えちゃったからコカを持ったら持てててき <laughs> 結局なくなった結局意味なし <laughs> 持っていきましただから自分がいたずらしてるの分かるからみんながみーちゃんの服どれどれって言ってる間に「えこれみーちゃんの服だよ」って <laughs> すぐ分かるん <laughs> からみんなに「何で分かんの?」って <laughs> なんでみーちゃノそクすぐ分かんなって言われて「えみーちゃんのこと好きじゃけ? <laughs>」でもみーちゃんに言ってないそんなことみーちゃんには好きなんて言ってないですけどみんないなんでみーちゃんの服すぐ分かるの?」って言われたから「えみーちゃんのこと好きじゃけ?」って言ってその場を切り抜けました M っすね、えっこれ M? マジでもな,ぞなぜかそれが本人知ってたみーちゃんがでもパセリが言ったんだと思う小川さんがみーちゃんのみなみさんのこと好きって言ってましたよってばらされたパセリうまくごまかした。 これあざあざって可愛いですか。いたずら好きですね <laughs>。やっちゃってるー。こんにちは。 よくかわいいいたずらかわいいですかあ、流風 もうちょっと出そう。お腹の音。え、おならじゃないよこれ。おならの音じゃないから。すごくない。 どんだけ美人でも笑い方は変わらんの <laughs> ねえ笑い方ねマジで <laughs> お腹なるんだけどマジでやばいやばいフルメイクを見に来ましたしました今日はフルメイク 目はこんな感じ口はこんな感じ眉毛はこんな感じ <laughs> 少し食べたいそこにあるねんけどどこ <laughs> やって お肉と魚あったら絶対お肉からあるんですよあお肉からなくなるんですよ私絶対魚が好きじゃんけ魚を急がんでいいね魚人気ないねでもこの前その お肉まあ6人ぐらいのお仕事の時にで5個しかあ、五合だったんですよお肉と魚がスタッフさんも含めて五合だよ、ね、でお肉のお肉がなんかすき焼きみたいなでこっちは鮭みたいな感じだったんですけどでみんなが「お肉がいい」って言って5人ちょうど「あみんなでお肉食べれる」って言って私先に魚取っただけでね。 で私みんなでじゃんけんしたすぎてお肉欲しいのに手あげた魚が本当は魚が良かったけどお肉食べたいですって言ってみんなでじゃんけんしたよね勝った一番最初にその後にそうメタバースの時そうその後に実は魚がいいですって言ったら めっちゃ非難受けました。もうマジなんなぁみたいな。なんなんここはみたいなのありました。なんでじゃんけんしたみたいな。焦った、食べれんかと思ったじゃんみたいな感じで言われたんですよ、めちゃくちゃ。で、めちゃくちゃ、そう、めちゃくちゃ非難を受けたので、逆にね。いや、私、魚にするはみんな食べれるけんいいじゃんみたいな感じで言いました。で、ふ <laughs> ふニヤニヤと思いながら、 魚を食べました何がいやじゃんけんしたかったんですよそしたら勝ってイエーイめっちゃみんなの顔がどんどん曇っていっとったよやばかったねこれはあの時はねいい空気でしたね場を荒らしてるうんそう場を荒らしちゃった魚何が好きサバ え昨日食べたサバめっちゃでかくてめっちゃ美味しかったんだけどえっサバだねサバだねサバってもうサバだし味サバだし無欲の勝利 <laughs> 結局魚食べたけーム平和で終わってよかったんよサバ 鯖の塩焼きだね。鯖では胃もたれ。そう。うカープのキャンプ、え見てるよ。今日ずっとカープの記事読んでた。なんかちょっと、なんかその。秋山選手がまさ、なんか、なんだっけ、紅白戦で一号、第一号。打ったみたいな記事あって。 でなんかその秋山翔吾選手が荒井さんのことすごいリスペクトしとるみたいなね文書だったんですよ秋山翔吾選手実はもう最年長らしくてベテランじゃけなんか他の若手選手となんかそのメニューとかもうベテランじゃけや、ね、一番年上じゃけ,年上じゃけ他の選手よりなんかちょっと簡単や 優しいメニューとかを知るみたいなそういう提案もあったのにもあってやんとかなんかそういう話もあったけど若手にアドバイスするためになんかそれをしてしまったら全然日々関係選手にねみんなと同じことをせんとみんなのつらさもみんなのことも逆に分からんけ分からんやつに何言われても。 心に響かんけ、OK? みたいなやるらしいなんか何を言うかじゃなくて誰が言うかが大事な時もあるんだってあそれねあのそれ言ったんですよそやってガガガガ面白いじゃけ<う>菊池のね 菊池がキャンプのあれやったらしいよ。エンジンの声。それは大事なんか。巨人やベテランが多いね。蝶さんも帰ったし、ね。久々に蝶さんの、あの、その、ジャイアンツユニフォーム姿見たけど。いや、なんかカープも似合うし、ジャイアンツも似合うしね。なんか ね、なんかてあのもう敵チームなんですけど敵チームに行っちゃったんだけど見ちゃうね趙さんの記事ベテラン趙さんもういないんですよジャイアンツに帰って順調らしいよ順調に来てましてなんかコメントしてましたけど。 どうなんだろう張さん。いかりや長介長久命の長介活躍確かに活躍してほしいけどしてほしくないっていうかね敵チームだから <laughs>。マジ勝ちたいよね今年五位だったっけねカープ去年ね。 A ランク,に A クラスだった A ランク <laughs> 肉みたいに言っちゃったけど A クラスに優勝にあれは両チームがいきなからな、ね、カープもなんかその契約がこうその巨人とまた契約結ぶにやったってなんかその練習がなんかできないか普通はカープ と契約終わったらその巨,人に在巨人に移籍するまでまた練習ができないみたいなだけど張さんはカープの練習場を使って練習してもいいですよみたいなその期間を張さんに頂戴したらしいあげたんだってそのカープの使っていい権利 オーナーナの計らいですごくないだからやっぱりどっちのなんか人柄が出てますよね。メジャー移籍前みたいなねそう鈴木誠也選手も自主取れってねなんか自分のあれでやってたけどそ,うそれがカープでやってたみたいなことよね。 うん人望ある人くそれなそれで言ったら新井さんもね黒田さんがさこのまあ投資コーチとまではさいかんかったんかどうなんかなでも新井さんがこう、黒田さんにずっと連絡し続けてアプローチし続けて。 まあ今なんかアドバイザーみたいな感じのポジションになってるけど黒田さんがね投資アドバイザーとかなか球団アドバイザーかなんかしらないアドバイザーになったけど電話の最後になんかもう毎回黒田さんと新井さんの電話の最後ね電話の最後に「どうかよろしくお願いします」って何回も言って最後電話を切られるらしいんよ。 新井さんから電話来た時新井さんがクロダさんにどうかよろしくお願いしますって毎回ねその熱い思いがね伝わってきたらしいよすごいよね電話聞いてないです <laughs> で知らんよ <laughs> 聞いてない私別に電話出てないそのアライザとクロダさんの電話知らん聞いてない全然聞いてないですよ 今プロ野球の話題はダルビッシュのね、え、なんかダルビッシュ投手が、あの佐々木朗希投手になんか。四十分ぐらい、なんかこう、動画を見ながら、こう投手の。そのレッスンじゃない、レッスンじゃなく、てなんか。投球のことについて、なんか語ったとか、なんとか。W. B. C. も楽しみよね、キャンプ始まって、栗林投手が、その。 侍ジャパンの方に行ってでそのてそのちょっと話がちょっとどんどん止まらないんですけどこの栗林投手もさなんかさすごくて菊池がさっきあの円、ー、陣したみたいに言ったじゃないですか栗林投手の,記事の話なんですよ。で菊池,と菊池選手がそのキャンプが始まるときにじんでチームのために今自分がどう,やどうすべきかっていうことを考え,る考えて。 頑張っていいこうみたいな一人一人がそう頑張っていこうっていう気持ちを一つにしたらしいんですよ。で栗林投手がそのことが心にすごい響いたと。で今から僕はその侍ジャパンの方の,そのキャンプに行くけど WBC の方にキャンプ行くけどその菊池選手のことがすごい心に残ってるからそこで得たものをカープに持ち帰ってカープのためにチームのために頑張りたいって。 言ったんですよ素敵じゃないですかカープだか,だから今も頑張ってるけどもう別々頑張ってるけどやってるんですよほんまにすごいですよマジで素晴らしい素晴らしいですよ本当にあとね外国人選手 今、いるじゃないですか、カープに。デビッドソン。え合ってる勝手に作ってないよねいや、デビッドソンなんか急にパッと出てくるはずないから、ちゃんと合ってるはずな、名前。合ってます、デビッドソンで。外国人選手。デビッドソン。新しく来た。 メジャー通算本塁打54本の人かな。えなんか知らんけどそういう54本もパッと出てくるはずないから多分合ってる。そう。新外国人選手がはなんかその合ってる合ってるよね。そう、新しく来たんですけどそのなんかこれも記事で見たき知らんよ。お土が面で見てないか知らんけどそのあの なんかこう何でだかなスイングスピードとかそのあのこう打ち方その的にこの分析する人から分かる人から見たらなんか活躍してくれそうらしいですよ。なんかっていうのがなんかそのまあ、メジャーリーガーの選手と日本人の投手選手その投手がなんか。 まあ日本人の選手の方が変化球とかを多彩に操ってなんか内閣とか外閣とかその変化球を使っていろいろこう戦術を立ててやってくるらしいんですよね知らないけどそうらしいんですよ日本人の投手の性質がねだからそれに対応できるようになったらあのこう長打力を カープの長打力を支えられる戦力になってくれそうなんですってただそのまだそのやっぱり日本とメジャーリーグ違うからなれるのに時間が大事だけど経験豊富な選手だけあの間に合わせてくれることを願ってますそれ次第ですねみたいな感じで言ってましただから足上げフォームがどうやってかあそうだそうだそうじゃそうじゃそう 片仕上げてなんとかなん,かなんかねなんかダホそうらしいよなんかなんとかダホみたいな言ってたら書いてありました豆まきしてましたから節分の日にはデビッドさんはかなり真面目で勉強家らしいからカーブに向いてるともなるほどねなるほどねマクブルーム選手も俺そうじゃね マック・ブルーム選手も頑張ってほしいね、ま、一本足だお前まきしてました鬼は外って感じで豆まき豆まき今年してないです豆まきの代わりにさ落花生うちでは投げてたよ 豆知識豆だけに <laughs> はい楽しみ今年のカープいろんな記事見とくける。なんくるないさ」って新井さんも言ってた、まあ、新井さんのおかげで「なんくるないさ」の意味をね本当の意味を知りましたけど知らんけど あみんな落花生。私全然落花生。拾って食べれる気が。<laughs> そう。なんか、後片付けがね。野間ケして小学生会してた。腹痛みたい。野選手、腹痛みたいな言ってませんでした。ツイッターで見たココカも豆の一種。カカオ豆。えココアってなんだっけ 待ってコカーのことがわからんあ腰痛か腹痛じゃなかった腹痛だと思ってた腰痛だったカカオココアってチョコじゃないんそれえココアってカカオなのココアのこともっと知りたいですか あ飲むココは知らないチョコの家族来期のカープの展望の話してましたえカープのことについてもずっとしゃべってましたよ面白いねカープキャンプ見に行きたいな サイン会とかもやってました。カーブナ先生サイン会みたいな。ホットチョコ。日本はガーナから輸入してるの。えー。買いかか。 リーグファンだけど日アムの新期待え、確かに何か日アム広くなったんですよねなんか今まで狭かっん言ったのかなんでだか結構来て <laughs> 今ちょうど侍ジャパンのニュース始まったねえドラえもん終わってからねちゃ人多いじゃんこれ何並んでんのキャンプ見るために サムライジャパンの合宿のキャンプめっちゃ人多くてビビった。スタンドほぼなんかもう今日試合ですぐらいの。立て直してるし。大変よね。球場立て直して大変そう。やばいめっちゃ笑顔の。純一ダビッドさんじゃなくてダルビッシュ有さんの。 ダビッドさんが急に出てきたすげえやっぱこの宮崎とかね沖縄とかさ宮崎とか行くのはさ暑くないんかな 野球するよりね、見る方が好きですよ。どこの球場行ってみたいそうね、私ね、行ったことないんですよ、松田スタジアム以外。え、寒いのあ、寒そうにしてるわ。ね確かに宮崎。え、沖縄の寒いの沖縄今日暑かった 子供たちがいっぱい見てます野球はいいぞ野球は楽しいぞってのむけんさんが言ってました私の言葉じゃないですけどなんか子供がワクワクして見てる名言です野球はいいぞとか知らんけど野球は楽しいぞみたいな 確かにおなかならなくなった <laughs> 福腹式呼吸が足りてないのか横浜して、ね、見に行きたいあ見に行くのとそうぶライブのたステージに立ったことあるんだけどえそう名古屋ドームは来てたんだけどあ中に入ってないや野球見に行ったことないですよ見に行きたいその 名古屋生活1か月してた,た時にあの名古屋ドームのなんか地下みたいなとこで稽古したんですよ1回だけその時に見ましたダルビッシュ投手が11番の姿を現しましたなんか11番って栗みたいな栗のイメージしかないけいなんか。 カープ、栗選手栗投手がね背番号11なんです見てる名古屋ドームせ初選抜の場所あっそう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 風を待つで選抜発表があった時それじゃあそん時じゃあなるあと浜下もいっ どことあるのかステージで伊藤投手が投げてる横で投げるのどういう感じなんだろうすごいな伊藤ひらみえ、栗投手が憧れて誰の番号にしたえ、そうなんすげぇ 浜下雨で寒かったハマスターさーの卒業コンサートあそう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 サッシーの卒業コンで行かせてもらった老人問題あ見たなんかその記事栗投手の卒業あっ甲斐投手がおるあ投手じゃなかった甲斐捕手がおる甲斐選手がおる甲斐拓也選手がおる 一か <laughs> WBC に大谷さん出るのすごくない <laughs> 私がさ大谷さんとさ並んだらさどれぐらいの身長差なんかね惜しい。私 田中のマー君選手と並んだ時マジでリスとクマぐらい身長差ありましたよこれは思いましたけどほんで新井さんの写真撮った時も 原さんと写真撮った時ウうさぎとクマぐらい身長下がりました。もうこれも盛りましたけどなんか適,適度のななんか例えがない笑顔ですよーニュースで野球になんちゃんと面白いやばいえもう話してたらもうあっという間にこんな時間じゃん すぐ持っちゃう <laughs>。身長まりすぎちょっとメイクアウトしたいなちょっと待ってねこの目の前でおごろこ落とさないでしえっ何か足が変足が痺れて変になってるやばい血が通ってない感じはい 変かんじ今足を動かしてましたおしびれたしびれたという感覚もないししびれたしびれたっていう感覚もない ペットボトル片手で開けれる人いるじゃないですか。それリスペクトしてさ、片手で開けようとしたら、ペットボトルぶん投げて、次こそマネージャーさんに怒られそうだと思ったきやめました。そんな一日です。 マネージャーさんに <laughs> マネーージャーさんにぶん投げてない床にぶん投げた打ちつけたぶん投げたくてぶん投げたんじゃないんですっていつの間にか床におあった今日ずっと雨だったの はい。メイクを塗装としています昨日息をする心聞きました疾走感ってえありがとう聞いてくれて偉いぞ聞いてラジオでみんなもたくさん聞いてよこんにちは 普通に吐いている。え、私の順調ですか？<laughs> うん、まつげ落ちるような魔法をかけた今。やっほー。みんな聞いてる。 私はああ、夢の中ならですからね。自由にまでです。いやなんかまつげが多分落ち始めて目の下とかについちゃうからそれ見せたくなくてちょっと遠めに寝てます。もうそろそろ配信終わります。 福島神社行ってみたい行ってみてくださいよリラックマサボがなくなるらしい26日に 閉店そう宮島のリラックマ店が堂林選手の奥さんの増田えりかな増田さん増ンさん増田アナウンサーのなんかインスタで知りました増田えりなさん ランキング読もう,もうそ,ろそ,ろそ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 っと読むねうん13位ヒデさん12位オレンジフリースの大吉11位サトピー10位チマサ9位スチュアート8位マーボー7位今もまだ ふーちゃんロス中かっこ泣き6位ノッシー5位ケブピエチ4位エリアス3位ウサギチック、えー、2位エイミー1位スバルありがとうございますおつおつおつありがとうございます皆さん今日はラジオ深夜頑張りますから配信見てくれてありがとうまたね皆さん ありがとうございました。この後すぐメイクを落とします。何、<laughs> ん回言うんてね。